この部屋で。つぐらはぐらみたいな。店の名前は何ていうか。ヤゴか。はいはい。一応あるんやで。あ、そうです。なんていう名前ですか。京一言うてあるんや。京一なんですか。今はあれやけど、昔はネットで出とったよ。あ、そうですか。まあ、そういう時代やないからね。はい。どの辺を回ったんですか。今日は山崎からここら。あ、そうですか。淀。はい。これにできましたよ。ほら、そう。もう持って帰りますの。はい。はい。すごいな、ラップシュガーなのがいいね。こぼれへんから。こぼれにくい。はい。何年ぐらいやったんですか。もう結構長いんですか。長い。あ、そうですか。昔ぐらいやったとしちゃう。あ、そうですか。おたこ30。ねえ、もう49です。50。ああ、うん、ちょっとま。あれやな。そのぐらいは。近く。昭和からやった。昭和の終わりか。大変やな。ね。兄ちゃん持って行ってくれるか、一つ。はい、どうも。よし、ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。はいどうも、みーちゃんです。今頃挨拶か。はじめちょっと喋れへんかったんで。美味しそうな、チャーシューが2枚入ってます。いい感じの油のですね。これはバラかな。麺は、中太の細麺ですね。
いただきます。うまいですね。つるっとした感じで食べやすいですね。昔はリヤカーで、屋台みたいなのをおっしゃったんですけど、最近は車なんで、今まで食べた時ラーメン作るだけ作って車がブーンって行ってしまって、その横にあった電信柱の明かりで食べた記憶があります。でもめちゃめちゃ体が温まった記憶もあります。すべて美味しくいただきました。それではまたね。バイバーイ。